皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。本日はこちらのゲームになります。テイルズオブクエストリアのついに来ました、新ガチャのキャラクター、あるキャラクターについて召喚させていただきたいと思います。今回 EX 召喚ガチャということで、あるキャラクターが来ておりますので、そのキャラクターについてちょっと触れていきたいと思います。いるかな、ここですね。 EX 召喚ということで、決意を秘めし強者ダオス登場ということで、ダオス来ましたね。皆さんダオスってご存知ですか？まあ、テイルズ好きなら誰もが知っていると言っても過言ではないキャラクター、まあ、ラスボスなんですけれども、テイルズオブファンタジアから出ています。魔王ですね。まあクレスがね、あのスキットの時にあることを言うんですけども、クレス・アルビンがね、俺はダオスを倒すって有名なダオスさんですね。有名なダオスさんです。決意の眼差しということで、まずダオスのね強さについて説明をさせていただきたいなと思っています。こちらダオス、まあ、スーパーダオスレーザーということで、敵単体アタックの 210% とヒットが42ですね。ヒット42ってめちゃくちゃすごい非用理なんですけれども、ヒット数を一気に稼いで味方全体のダメージを大幅に上げることができるっていうことで、もうそれだけでダオスがいるだけで42ヒット稼げる。それ以降の味方の攻撃はヒット数が上限するためもっと強くなるということで、かなりすごいです。全キャラでもトップクラスのヒット数を誇っています。非容疑レベル1だと28ヒットになるので、42ヒットまで上げたいなという場合は非容疑のレベルを上げる必要がありますが、正直28ヒットの周りもめちゃくちゃ強いというふうに思っています。そして術技ダオスレーザーですね。ダオスレーザーなんですが、短い間隔で伝える便利な単体ダメージ技という感じかなというふうに思っています。少ないんですよね。使用間隔がなんと3ターンです。ダメージ倍率 200% なのに3ターンということで、少ない時間で効果力ということがあるので、かなり分回しのできる技なのかなというふうに思っています。それだけでも結構つけやすいなという感じですよね。次、術技にジャッジメントということで、ヒット12、使用間隔は4ターンになります。まあアタック自体は 65% ということでかなり低いんですが、敵全体攻撃となっていますので、まあまあなのかなと思います。そしてヒット12なんですけども、全体攻撃なので攻撃回数もかなり稼げる優秀な技です。まあ追加効果で敵全体強化無効付与というのがつけれますので、かなり 20% っていうのは低いんですが、これが刺さった場合はかなりいいかなというふうに思っています。敵の強化を防げるというのは、やはりバフ効果を防ぐ、乗せるためのバフを防ぐということになりますので、それだけでもかなり効果はあるのかなというふうに思っています。ただし 20%、まあ、それはあまり期待できないかなということで、まあ、敵全体攻撃なおかつヒット稼ぎということで使っていけばいいのかなというふうに思っています。そんなダオスなんですが、 HP 3万、アタック3250、ディフェンス2350っていうことで、まあ HP に関してはトップ10に入る、アタックもトップ10に入るぐらいの高さを持っています。防御最大ディフェンスに関しては下から数えた方が早いかなっていう感じの高火力アタッカーという感じの運用方法となります。覚醒スキルは攻撃力 30% アップ術タイプということで、かなり火力に貢献できるかなというふうに思っています。まあ防御力がちょっと低いですが、それを補うぐらいのアタック、そして HP がありますので、まあ全体的にバランスが取れているステータスというのが個人的な印象です。そして高ヒットの非容疑、術技、全体攻撃、全体ヒットということで、ダオス単体だけじゃなくそれ以外の味方の攻撃力も
ヒット数が上がるので火力の底上げができる、まあアタッカー兼サポートっていうわけではないですが、間接的なサポートもできるというのがこのダオスの特徴です。そして光属性ということで、闇属性の敵相手にバトルにはかなり必須と言っても過言ではないと個人的には思っています。アタックが高いので、まあイベント周回のような短期戦だったりする場合でもダオスはかなり活躍できるかなというふうに思っています。先ほども言いましたが、闇属性相手にはかなりの強さを誇っていますので、正直引いた方がいいと思います。闘技場とかだと複数敵と戦うことが多いと思うんですけれども、先ほど紹介したジャッジメント、これが敵全体に12ヒットのダメージが入りますので、非奥義とジャッジメント合わせて味方の全体ダメージをかなりかなりかなりの底上げができるということが期待ができますので、それを狙っていけばいいんじゃないのかなというふうに思います。ただ先ほどのダオスレーザーは回転数3、まあ CT3 なので結構使いやすいんですけど、ジャッジメントが CT4 ということなので、全体的に見るとちょっと CT は重めな感じになります。ダオスレーザーだけなら3なんで、まあ別にいいんですけどね。まあかなりでも火力が高いので、まあ強いっていう感じでしょうか。高火力非奥義だったリタとかね、ミゼラ、ノーマとかいろいろいると思うんですけれども、そういった高火力非奥義のキャラクターたちを生かすための、まあ高ヒットキャラっていう感じの捉え方がいいのかなというふうに思っています。まあ単体性能はむちゃくちゃ高いですよね。今のところヒット数でのシナジーぐらいしか正直私は考えてないんですけれども、まあそれを差し引いたとしても、ボーンとパーティーに編成するだけでも、うわめっちゃ強えやんっていう形になるんじゃないかなというふうに思っています。ちなみにダオスのメモリアスキルなんですが、攻撃力を 30% アップというのがダオスのメモリアスキルになっています。めちゃくちゃアタックが高いキャラクターですので、メモリアはもちろんアタック上昇というものを上げていくメモリアを使用するというのがいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあさすがラスボスっていう感じの強さですよね。だいたいこんなところでしょうか。私ももちろんね、ダオスめちゃくちゃ引きたいなと思っていますので、皆さんは引けましたか。ではそんなダオスなんですが、ちょっとテイルズ・オブ・ファンタジアの中からのダオスについて説明をさせていただきたいと思います。先ほど冒頭の方でね、おクレスが言った俺がダオスを倒す、ダオスっていう言葉があるんですけれども、まあダジャレですよね。スキットの中で出てきたんですけれども、まあテイルズ・オブ・ファンタジアの魔王のラスボスになります。まあ正体は異星人なんですけれども、まあ母性を救うための大樹ユグドラシルが生み出すマナの結晶体のね、大いなる実りっていうのを求めて星に来たっていうふうに言われています。ちなみに母性というのはデリスカーラーというところになります。聞いたことがありますでしょうか。ちなみに拳で戦うことが多いです。テトラスペル、テトラアサルトっていう感じでね、他にも技はあるんですが、まあ現代に時間転移する時があるんですけれども、トリニクスたちによって封印をされるんですよね。しかしその10年後なんですけれども、操ったマルスを利用して復活を遂げたというのがあります。ちなみにこの復活を遂げた際にクレスの家族をはじめ多くの人間たちが犠牲になったというような過去もあります。目的のためなら手段も選ばない、他者を操ることも厭わないというのがあるんですが、ただ無関係な人間はできる限り巻き込まないようにっていうようなことも考えたりする性格です。時間転移能力を持っています。過去から未来に飛んでってクレスたちを翻弄したりもするんですが、未来で最終決戦において敗れてしまいます。そのシーンを知ったマーテルに
亡きがらは大いなる実りとともに母性デリスカーラに送られるということになっています。過去に移動も可能なんですが、ファンタジアの世界の中においては未来にしか時間移動を行っていないというふうなお話があります。まあ、都市空間をよく使うということで拳が得意ということなんですけれども、先ほど術技1であったようにビームを放つダオスレーザーであるんですが、これが出てきました。ジャッジメントなんだと思いましたね。俺正直テトラスペルとかが来るんかなと思ったりしたんですけれども、あとフェザーダオス真の姿あるんですけども、フェザーダオスになるとこんなかっこいい姿じゃなくて赤黒い皮膚の巨大な怪物になります。レーザー攻撃、触手攻撃、そしてヒドゥンの技で全体を無効化してくることもあります。ただしヒドゥンしちゃうとダオスも動けなくなっちゃうよっていうようなデメリット技もあります。ちなみにプレイステーション版以降になるとフェザーダオスの後にもまたもう一段階姿があります。デリスカーランから力を授かったダオス。純白のタイツ、翼を身を包んだ形態となるということがあって、空ずっと飛んでるんですよね。それもあります。ちなみになんですけども、ファンタジアの後の作品テイルズオブエターニアというものがあるんですが、こちらにはゼクンドゥスという時のね大将霊が出てくるんですけれども、ダオスのボイスが使われているということもありますし、インディグネーションを使うことによってね、ファンタジアの中での某シーンが再現されるということで、まあ、ウラジインディグネーションというふうに攻略のガイドブックなどでは説明をされているということが書いてあります。ちなみになんですけども、ちなみになんですが、なりきりダンジョン X だったかな?の方では、ダオスの苦悩や葛藤も見ることができるという話も出てきます。この世に悪と呼べるものがあるとすれば、それは人の心だという、あの某有名なセリフとか、そして最も恐るべきもの、勝たねばならない敵、それが自分の心だというようなことにも、某有名なセリフなんですが、それにもね関わってくるのではないかということで言われています。ファミコン版だとめちゃくちゃ強いです。まあ、今までのテイルズシリーズの中でもラスボス作品の中では三子っていうのかな、3つの指に含まれるものとも言われてはいます。ダオスコレダーも使ってくるしね。ちなみにテイルズ・オブ・ファンタジアといえば、秋さざめシルフっていうね、あのコンボガン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 続けていくほぼ最強コンボがありますので、それを使わなかったらかなり強いです。あのコンボね、無限に続くんでね、恐ろしいです。ダオスについてはこんな感じですかね。まあ、めちゃくちゃかっこいいし人気なキャラクターでもありますので、気になる方はぜひぜひテイルズ・オブ・ファンタジアをやってみてください。ということで今回はこのダオス狙ってやっていきたいと思います。石が5780あるので20連いきたいと思います。よろしくお願いします。ダオス絶対引くぞ。まず10連目頼む。ダオス欲しいな、ここから虹来い。虹、あ、しかも1個か、きついね。パスタエクステル、おお、ファン先生、アグリアのこのそばかつめちゃくちゃいいです。ジューダス一体誰なんだってね。お、ロニーじゃん。運命は時に厳しい。おー、クロエ懐かしい。クロエ好きだったな。テレサリナリス、あ、テレサか。テレサも普通のあれなんだね、レアなんだ。クロアセラフ、カーツベッセル、そして最後 SR は、おお、フィリアか。フィリアもいいよね。フィリアフィリスと申します。
微力ながらお力添えしますわ。懐かしいな、フィリアも。なすべきことをなすため、共に戦いましょう。共に戦いましょう。戦ってほしいね。懐かしいな、デスティニーだよね。デスティニー2もらったかな、フィリアって。ソーディアンなんだっけ、クレメンテだっけ、ちょっと名前が曖昧だ、くそ。確かそんなだったと思います。じゃあ猛獣連頼む、ダオス来て、お願い、ダオス欲しい。せめて虹来い、まず虹が来い、まず虹、ここで虹色、虹色、よし来た、これでダオス引けば完璧。1個頼む、ダオス来い。あー違うか、リトーか、リトーファラ、リッドハーシュル。リッドも確か他のピックアップ来てましたよね。俺はリッドハーシュル、よろしくな。先に進むのも大事だけどよ、無理して手はしなく過ごす必要はねえって俺は思うんだ。ねえって思うんだ。たまには空を眺めてのんびりするくらいの余裕がないとな。リッドもいいよね。エターニア主人公、先ほど話してたエターニアですね。お、ガイアスだ。ガイアスかっけえよな。かわいい、アリエッタ。アリエッタかわいい。あ、ジュディスさん。ジュディスさんもすごい槍の使い手だよね。琥珀。琥珀懐かしい。3DS の方のやつだったね。あ、見てなかった。メイビンか。お、ルーティさん。ルーティデスニー。ルーティカトレット。まあ、とりあえずよろしくってことで。ルーティもいいね。すずちゃん。懐かしい。忍法、忍法。ボラード。そして最後。ロゼー。何かお悩み？いいよいいよ、こうして私が来たんだから、何でも相談して。ロゼはいろいろね、まあいろいろあった子なんですけれども、正直かなり好きなキャラなんだけどな、問題がなければね。俺は好きなキャラです。今回はリッドが出ましたね。リッドハーシュル。ダオスは残念ながら出ませんでした。リッドはね、能天気っていう性格なんですけれども、自然体で生きるってのがめちゃくちゃいいですよね。好きなんだよな、リッドもかなりいいですよね。極光壁懐かしいな。石田さんだよね、確か声優ね。極光壁懐かしいな。極光壁からの極光剣、極光術だよね。まあリッドについて触れちゃうとめちゃくちゃ長くなってしまうので、今回はダオスの紹介とダオスガチャについてさせていただきました。今後もテイルズ・オブ・クレストリアやっていこうと思います。キャラクター紹介もしていきたいと思います。テイルズ全作品プレイ済み、ほぼね、あのちゃんとクリア後ダンジョンもクリアまでしていますので、テイルズについてはそれなりに語れると思います。こんなキャラクターのことを切りたいよ、聞いてみたいよっていうキャラクターがありましたら、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ちなみに一番やり込んだ作品はベスペリアとシンフォニア、ファンタジア、この3つかな。もちろん他の作品もやってます。それでは今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら、またねー。